田佳代子さんです。池田佳代子です。よろしくお願いいたします。もうシンデレラというかトンデレラというかね、ほんまにいつもそんな感じで、はい、ありがとうございます。まあまあ、よう似合うからまたね。本当に、うん、いやいや、やっぱりあれでしょ、そういう衣装っていうのはもう今度はあんな衣装にしようとか、もうそうなんですよ、ねね、結構これが楽しみで、ね、いろんな色のドレスをお持ちでしょ。はい、どんな、普通ほれこの人はこの色が似合うとかって言うんだけど、はい、かよちゃんはどんな色でも着こなすもんね。いやいや、そんなことないんです。いや、そんなことあります。いつもステージに出てくるとパッハーっていう、そのお客さんの空気が変わるみたいなところがあるの分かる。いや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 、やっぱりやっぱり見た目っていうか、ドレスとか衣装っていうのも一つ、はいはい、ドレスですね、うん、あとまあその歩く姿とだとか、はい、歌いだしたら歌声とかね、歌う表情とか、全ての総合力ですからね、歌手っていうのは。だから、いや、もう本当素晴らしい、もう心構えが素晴らしいといつも思っております。今日はあのね、はい、ドルチェビーター、あのドルチェビーターっていうのはこれ何語でどういう意味だったっけ。ドルチェビーターは甘い、うん、甘い生活っていう感じですよね。イタリア語か。あ、そうですね、はい、ねえ、はい、ドルチェ ビーターかビーダーかどっちなんだろう、ビーも ね、あのウーに点々のビー、あー口閉じてビーとか言う、なんかでもこの間どっかでなんかあのウーに点々のグッグっていうか、それがなくなったとか、なんかそんな言ってなかった、ね、難しいですよね。それは何だろう、どっかでそういう情報があったような気がするんだけど、僕の勘違いだろうか。最新情報ですね。いや、ちょっと分かんないんですけども、まあ僕はあのね、まあ、学校で習った英語が、まあ、ちょっとだけ少しぐらいはまあ分かる程度で、他の言語は全く分かりません。だけどやっぱりイタリアの言葉っていうのは聞くとなんかおしゃれな感じがするわ ね。そうですよね、うん、おしゃれな感じ、うん、フランス語とかね。そうですよね、いつもどんな気持ちで歌ってますか。気持ち、うん、だいたいの作っていただいてるあの郷田先生はどっちかというとシャンソン系とか、そういうメロディーラインとか、はいはいはい、そういうのが大体お得意な方ですよ ね。今日もね、朝、爽やかな朝、うん、朝を窓をパーッと開けると本当にね、あの鳥のさえずりでこうなんか起こされるっていう感じの毎日なので、もうすっごいんですよ鳥がね、もうピチピチピチって言って、ね、もうすっごい普段からそんな感じなので、もう朝はもう宮殿に暮らしてるみたいな。そんな山奥に。いやいやいや、もうほんで朝起きた姿がもうこのドレス姿とかねえ、もうお姫様じゃないですか。すごいですね、うん、まあまあ夢の世界、ね、夢の世界です。そんな感じですけれども、はい、ね、じゃあぼちぼちその夢の世界に、ね、皆様今日のね、あの題名は、うん、愛はわがままっていう曲なので、はい、で愛はわがまま、はい、ね、ドルチェビータ、甘い生活という意味だそうでございます、はい、それでは歌っていただきます、はい、愛はわがまま。愛に愛に愛に溺れ、甘い暮らしによって時は優しく流れゆく、夢見るようなドルチェな調べ、ドルチェビー知れる二人、ルルルルル、いつまでもわーわーわー、ドルチェビタ酔いしれる二人。
愛を愛を愛を求め、甘く甘く切ない夢の明日を見つめて、ひたすらに夜空の星にドルチェな祈り、ドルチェビタ酔いしれる愛し合う